ご存知だと思いますけども、私がですね、このような本を出してるわけです。ファモーソ1、ファモーソ2と。僕も読んでんですけど、全ページくだらないですよ。ありがとうございます。こっから本番です。ですよ、まずはスペシャルゲストを当てていただきますので、続いてお願いします。スペシャルゲストの方はお声を出さないようにお願いします。本日のスペシャルゲストはこの方です。どうぞ。やまない人ですね。そうですね。それでは参りましょうか。アタック。私が知ってる健康オタク、身近なんですけど、はいはい、ツンクさん。あ、なるほど。ツンクさん、そうなんだ。めっちゃ健康オタクです。そうなんだ。まだまだヒント出ますからね、はい、はい、笑ってこられて。全然なんかわかんないな。カルボナーラで受けてますよ、はい、僕の後輩で、カルボナーラしか食ってないやつがいるんですよ。あ、ドキ。どうぞ。鳥居みゆき。違います。カルボナーラ食わないんです、あいつ。笑ってこない。どうぞ。小島よしおさん。いや、今小島キャーなりませんよ。はい、ない。小島君出てきて、こんなにならない。こんなキャーなの。キャー。笑ってこない。はい、石原良純さん。責められそうだよね。責められそうだ。そうだわ。はい、笑ってこないで。あと、甲斐さん。温泉、はい、笑ってこられて。さあ、加藤さん、一人で楽しんでる、はい、ね、はい、志村けん。違う、今までも全部含めてやってくださいね。はい、笑ってこられて。日野翔平さん。これ言いたかっただけです。確かに、やっぱり全部笑ってこられて。笑ってこられて。もう、はい、どうぞ。黙ってるの。いや、結構言われるんですね、これ。みんな好き勝手なこと言ってたけどね、イメージで飼育係やってて亀が死んじゃってみんなからこう突っ込まれるタイプだっていう。でも飼育係はやってました。やってた。やってた。今度の日曜日、はい、なんかすごいことがあるんですって。生特番がありますね、はいはい、今までにやったことない実験をやったり、あと嵐で生ライブをやったり、盛りだくさんでやります。見逃せませんね。はい、見てください。栗原君、はい、楽しいね。はい、めったに会わない国人ほどの人々が暮らしている。アラブ諸国の中で唯一砂漠がなく、冬には山々が雪に覆われ、スキーを楽しむことにはたまらない国として知られている。ちなみに日本にも有名な。いらっしゃいますか。はい、あ、日本テレビと申します。あ、どうもどうも、すいません。こちらが在日6年のカリン。走ってることを見たらもうすっごくビビっちゃった。でも泊まってたホテルに歩くこと。気になった街並みや建物があるとスケッチし、アイデアの参考にしているという。うまいな。さらに建築についてもっと深く学びたいと。何が好きですか。梅酒ソーダ。日本で最も興味ある文化って何ですか。それはですね、言ってるんですけど、でも意味が違うというなんていうことを理解するようになるし。一番好きな親父ギャグとかある。親父っすか。親父っすよ。親父っすよ。そんな親父ギャグ好きの、リトルレバノンがあるということで、早速行ってきます。行きましょう。はい。白く変化するというなんとも不思議なお酒だ。乾杯ですか。サッハー。一緒にサッハー。クリスト教徒だけいろいろミックスだから仲良ししないとダメですよ。だから荒く飲む。もらってもいいですか。新宿から結構時間かかりますけど。レバノンは地中海の近くですよね。そうですね。もうちょっとこの右右右。レバノン人たちが積極的に世界各地へ移住。彼らは各国で知識や知恵。白平和です。緑がレバノンのシンボルな木です。レバノン杉。あ、レバノン杉。夏目アナ、にわかレバノン人に変身。すごい。これはどういう時に着る衣装なんですか。結婚式時。ナス、ニンニクなどをペースト状にしたものなど、
前菜だけでも様々な味を一度に楽しめるのがレバノン料理の特徴。これそしてこの後驚きのメインディッシュが。そしてメインディッシュ登場。メインディッシュは子羊の丸焼きだ。これはニンニク、レモン、オリーブオイルに7歳でしょ。どういう時に食べるんですか。これ結婚式の時ね、マルキオのプレゼント。うわ、ありがとうございます。ぜひ今ナイラさんに聞きたい。一番好きな食べ物は何ですか、日本で。最近ね、キツネうどん。キツネうどん、フォックスうどん。フォックスうどん、本当にね、試していただいてありがとうございます。ちょっとレバノンに行ったんですか。美味しいって言ってましたね。あの、意外だったんですけど、シンプルで多分、日本の女性は大好きだと思います。あ、そう。でもあの羊をなんか押し入れのように入れてたみたいな。そうですね、分けた方がね。今日はなんと私が大接待を受けました、レバノン共和国の方にスタジオにお越しいただきました。改めてご紹介しましょう。親父ギャグをこよなく愛するエルシャハルさん、はい、そしてリトルレバノンではこう一点だった女子大生、はい、ナイラ・サワヤさん、お二人にお越しいただきました。どうもいらっしゃいませ。まだ来て1年ちょっとですもんね。1年半、レバノンではもう日本語をずっと勉強してたんですか。うん、東京来た時。来て1年半でもうこうやってお話が分かるの。まだまだ全然分かってるじゃん。最初に覚えた日本語って何ですか。あ、そうだね、ありがとう。あ、ありがとう。ありがとう。どうですか、シャハルさんは。初め一番酒飲むときに、なんかこう、五臓六腑に染み渡る。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。酒飲んで五臓六腑に染み渡るって言う人さえいないですよ。すみません。これ何これ。大きいアルコールランプみたいな。これ水タバコってやつ。そう、正解です。でもこれ我々にじゃあどうぞって言われても分かんないですよね。どうやっていいからね。ここからはカリムさんにレクチャーしていただきましょう。このカラフルで美味しそうな箱が水タバコの葉っぱ。こんな湿ってんの。そうそう、こんな感じで湿ってるの。あまり食べない方がいいね。いや、食べない方がいい。なんかドライなものだと思うじゃない。タバコの葉っぱみたいに湿ってんの。そうなんだ。この湿ったタバコの葉を水タバコの炭置きによくほぐして入れ、次に炭置きをアルミ箔で上からくるむように覆います。そしてアルミの表面に穴を開けます。このアルミの上に炭を置くのですが、直接炭の火がタバコの葉に触れないようにします。あ、いい匂いしてなんかハリウッドランチマーケットにいるみたいな。でこれなんていうの、こう直接渡すと失礼。あ、失礼なんだ。こうやまずこれ外して、外して、こうやって、はい、一個、こういう感じで渡す。あ、そうそう。だから自分の。あ、それでこうやって回してみんなで飲むんだ。そうそう。シェアできる。するとポコ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 いうのおかしいね。こっちの真ん中になんて入れないで、入れないで。いや、こう横に、横の方に。そうすると自然な。この指立てんのこれ。そうそう、こう、これで国籍取れるんだな。でも香りがすごくいい。いいですか。あの、葉巻の匂いでもないですしね、これね。うん、どんなもんなんだ。ああ、結構いい感じ。トールさん、似合いますね、吸い方が。これうまいね、でも。家で吸おうかな。いや、これだったら吸えるよね、吸いたいよね、これ。周りの人に迷惑な感じしないしないもんね。あと、大げさだしな。次のお楽しみはレバノンコーヒー。専用の容器に水、コーヒーの粉、砂糖を入れて煮出し、スパイスを加えて風味を出します。不思議な匂いだよこれ。本当だ。なんか喉に良さそうな気が。口の中はすごいさっぱりします。さっぱりですね。このレバノンコーヒーをカップの底にちょっと残し、コーヒーの檻の模様を見て占いをするのがもう一つのお楽しみ。所さんのから、見ていただきましょうか。カップの底は黒やお家を象徴します。だから大体白だったら
全然問題ないんです。あ、全然問題ない、あ、皆さん聞きましたか、下に溜まってる人は心とお家が濁ってたりなんかするんですか。嫌だなこれ。大野くんがどうだ。あ、違う、全然違う、全然違う。ちょっと黒いですか、どうですか。うん、そこは大体大丈夫、まだ。でも、ここ見える線が人々を象徴します。人々を象徴する、うん、2つありますね、うん、2人人がいる。はい、2人、うん、メンバー5人だっけ。5人あの、蛇の形も見えます。蛇、蛇、蛇は何なの。蛇はね、うん、裏切り。裏切り、ほら、メンバーが裏切りだ。じゃあ、竹山さん行きましょうか。うわうわうわ、これはこれは難しいね。いや、そんな余計気になりますよ。今まで見たこういう占いの中で最悪なものってありました。言わない方がいいと思う。あ、そういうことか。まさかこれじゃないでしょうね。今誰だったの、明らかに僕だけ何もあんまり言わなかったけど、なんで逃げた。ないな。この後はエステティシャンの金の卵に特別授業。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。金の卵の旅、加藤君、コケコッコ探し応援する旅。出た出た、あ、いいねいいね。エステティシャンご機嫌なスタッフはエステティシャンを目指す金の卵を探すためリサーチを開始。全国の専門学校にアンケートを訪れた。こんにちは。こんにちは。日本テレビから来ました、笑ってこられてです。よろしくお願いいたします。なるのは手で行うマッサージ、両手のひらや指を使って皮膚を圧迫する圧迫法。これの人って言いますか。佐伯千鶴さんですね。あ、1個の悩みがあったとしたら、それに対してなんかいろんな対処法をしてるっていうか、そういう知識もやっぱ自分エステを学んでやってる人なんですけど、なんか考え方とかがすごいなと思って、説得力があるし。そんな鈴木さんに憧れる加藤さんの行う実習を見せてもらった。この日はゆったりとした手つきで行われる。東京ビューティーアート専門学校ではインドネシア政府公認トラディショナルさんがですね、会ってくれるそうです。本当ですか。うん、会いに行きましょう。え番組のプレゼントとは、ここで特別授業を体験してもらうモデルさんの登場。こちらの方です、どうぞ。こんばんは。よろしくお願いします。石澤ひとみさんだ。行ってきました。ここで特別授業を体験してもらうモデルさんの登場。こちらの方です、どうぞ。こんばんは。よろしくお願いします。石澤ひとみさんだ。行ってきました。どうですか、ご覧になられて。なんか本当テレビ以上に細いし。あら。綺麗だし、嬉しいですね。いいのかなって。全然いいです。すいません。とことんやっちまってください。じゃあ、やっちまってください。ちょっと気になるんですけど、はい、このお写真、これ私です。先生、めちゃくちゃセクシーですよ。先生、他にも。はい、よかったら。すごい。これちなみに先生、あの最近の写真ですか。これ去年の10月なんですよ。おっと、これはちょっと見せられない。これはちょっとですね、ジェルスがおいくつ。37です。37のくびれじゃないですよこれ。毎日お手入れしてるおっぱいです。先生すごいですね。先生、先生裸でバイオリン。チェロ。人の体を管理するので自分の体も管理できるように毎年取ってプロポーションを保っています。準備が整い特別授業開始。先生が吉澤さんの右半身、加藤さんは左半身に施術して指導は行われる。まずは先生が足への施術のお手本を見せる。そしたら足の裏からやっぱり入るんだけど、スピードが命なんですよね。スピードが命、うん、
体がね冷めちゃうんですよ、あんまり広げてると。で冷めないうちにどんどん食べてもらって、なんかついでにやっていくのがちょっとリラクゼーションとは違うんですよ。そうですね、うん、膝の裏につなげる気持ちで、おお、おお、激しい。これは技ですね。この辺がね、すごいカチカチ。膝に水が溜まったりとか、膝が痛めやすい人、ここすごい痛いですから。私、膝、水溜まった。ここ痛いでしょ、こういうところ。痛い痛い、ね、で、これが詰まってると結構、膝下もむくんでくる。なので、ここしっかり。痛いんだけど、あと楽だから。トリートメントしてる時にこう粘土みたいな状態だから、温めて温まってる状態でどん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 形を変えていってあげた方が形変えやすいじゃない、うん、続いては加藤さんが実践。片手ずつ全体的にまんべんなく上に向かって伸ばしていく。これ戻ってくる時は戻ってくる時にはスッと戻ってくる、うん、で必ずどっちかの手は触っている、はい。初めて取り組むスピードが命のインドエステ、ゆっくりのバリ式エステとは全く違う施術に最初は戸惑いを見せた加藤さんだったが、徐々に慣れ、どう似てきました。本当だ、あれ先生2人いないですよね。そして体の各部分の指導が行われ、ボディ全ての施術が終了。フェイシャルの指導に移ろうとしたその時、ボサボサされてるこれすごい、これ汗ですよね、汗です。先生にボディの施術を受けると代謝が良くなり、あのような大量の汗をかくという。そしてフェイシャルへ、まず先生がお手本で顔の左半分を使いリフトアップの施術を伝授。ひどい顔。少し上がって、今度は小鼻からこめかみで、頭の中に老廃物を入れていくような感じ、はい、うん、で次今度目の下、目の下もここに骨があるじゃない、はい、でこれに沿いながらぐーっとこめかみ上げていく感じ、で今度はでこをぐっと掴みながら上にぐっと、これで半眼ですね。リフトアップしたかどうか吉澤さんにチェックしてもらう。作っていた、おーっと、えすごい、これキュッ、めっちゃ上がった。それだけ老廃物がないですよ、すっきりしてくるんですよね。勝手になんかこう引っ張られてる感じが今、逆にだからこっちがなんかすごいだらしない人になってる。続いて加藤さんが右半分の顔のリフトアップ、骨格を包み込む、そう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 、そして右半分もリフトアップされ、顔のバランスが取れた。この効果は 2,3 日続くという。足のむくみの面ではどうですかね。足もすごい軽いです今。今走ったらもうフルマラソンいけるぐらいな感じ。こうして4時間にわたる特別授業が終了。頑張ってください。今日加藤さんどうでしたか。技術面でいうとまだまだこれからなんだけど、でもトータルで見たらそうですね、90点。最後に渡したいものがあります、はいはい、私がエステティシャンの金の卵ということなので、はいはい、鈴木さんが金の鶏ということで、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございました。飾りますからケース付きで。輝け金の卵、羽ばたく金の鶏になるその日まで。行きました、行っちゃいました、知らなかったな、ちょっとラッキーでした。顔はどうでした、リフトアップ効果は。一回やった日より次の日、次の日の方がどんどん効果が出るんだ。女性はもう不調部の2日前に。大野さんはエステとか行かれます？でも何もしないですね。なんで日に焼けてんの。これ釣りですね。全部釣りなんだ。釣りなんですよ。全部釣りなんだ。でも釣りも船の上で、うん、常にあのバランス取ってるから、確かに、ね、うん、意外とね終わった後引き締まってるんですよ。最後こちら、日本列島ダーツの旅、大石くん、はい、はい、ん32番うーん増長に決定。4年前に近隣の7町が合併し、
現在は雲仙市瑞穂町としてその名をこの裏かなってやっぱりタレント雲仙さんはお好きですか。いや、が好きてやろうも地自慢の特産品だ。そんな海と山の恵み豊かな瑞穂町で聞いた。あとはどこの人やったかね。これは新高。新高？梨の名前が新高。一応ちぎって。はい。太ったってな。太ってる？うん。あ、取れた。すごい大きいですね。おばあちゃんが自家用の梨を切ってくれた。お綺麗な。え、昔から綺麗。水戸のいいところ。今失礼ですけど、おいくつなんですか。生まれて初めて90になりました。この4月に。今、うれしさ。滑るの、ここで。何つってんの。あ、すごい。え、ここは何なんですか。防火用水のためにて今何やってるの。釣りです。釣り。え、何が釣れるの。まあ、タコとか。すげえ。おお、これ何ダコっていうの。え、イイダコですね。うわー、すげえ。あ、すごい。食べてみて。いいんですか。うわー、すごい。あったかい。あ、こちらは似てるわ。似てます、似てます。え、お兄さんですよね。そうそう。こんにちは。すいません。今何やってらっしゃるんですか。海底保温作業で、あ、海底をずっと。気のいい分かり合いがあった。ここ、味もいいのだという。太っ腹なご夫婦、赤くなるまで火を通せば、わたりがにの塩茹での完成。ご家族や近所の方も集まり、宴会スタート。早速、わたりがにの絞りついてるけど。おいしい？うまい。うまい。おじいちゃんと。さあ、まずはですね、わたりがにの塩茹でをいただきます。やめたいな。これなんかまだ茹で上がってないみたいだもんね。茹で上がったやつがこんなに動くわけないでしょ。待って、ガネになってる。いかがです。どう。いや、うまい。うまい。商店街の親父がうまい。見たらいいですね。うまい。うん、甘いですね。本当はみんなものすごい甘いこれ。いや、美味しい。おのこいい番組でしょ。最高ですね、これ。続いて、イイダコの煮付けをいただきます。あれ、何の？あんなの岩壁でペッペ釣れるのね。中学生が釣ってたやつですよね。サボちゃんがいいね。味付けもちょうどいい。お母さんの味付けがいいよ。いいですよね。ありがとうございます。味付けめっちゃいいですよ、本当。まだ噛み切れませんか。10回言えすぎた。